ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で、自分のしたことを信じてた時の気持ちを今思えば、俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、ハルカはあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。かっこいい、めちゃくちゃね。こいつがあのジャガのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが、今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよキリュウ。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。キリュウカズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。ワオ。そう、なんかもう思いっきりやばいもん持ってるんですけど、戦いたくないんですけど、なんで素手で乗り込んできたんだよ。わあ、やばいねこれ。痛い。おい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 、せいやせいやせいせいやせいや、おらおらおら、せいや、どけどけどけ、せいや、やばいもん持ってるからね、切られたらまずいことになるよ。おい、どけどけ、痛い、すごいダメージ食らうな。あんたやばいな、あんたやべえな、えぐいな、えぐいな、そんなもんで攻撃してくんじゃねえ、バカか、お前は。少し考えなさい、あなた。やめろ、おすごいダメージ食らうな。まずまずまず、早く立って、早く立って。いや、なんで人が寝てるとこまだ切ってこようとしてんの。恐ろしいんだけど。まず一体ずつ倒す。オッケー、次はお前。お前さっき思いっきり切ってきたら、バカたれ、死んでまい、顔面ぐちゃぐちゃにしてやろうか。すごいこと言うね、俺。ねえ、このゲームしてたらちょっと性格変わるね。オッケー、死んでまえバカタレ、顔面ぐちゃぐちゃにしたろうか。おいおい、やっていいことと悪いことわかんねえのかお前、バカかお前。そんなんで切ったらどうなるかってわかるだろう。せいやー、よし、まだ来るんかい。許さないじゃないんだよね。片言で、なんで片言なんだよ。そんなことどっちでもいいんだよ。許さないじゃなくてね、許してくれよお前、数多すぎるだろう。何殴ってんの。やっていいことと悪いことわかんねえのかっつってんの。あ、こいつがボス的なものか。中ボスだね。いや、まあ、中ボスは先を置いとこう。まず雑魚倒すこと。なんか投げてきとるやつおんですけど。何投げてきてんの？忍者かお前は。シュルケンみたいな投げてきとんな。OK、GO。せいやー。いや、何殴ってんだお前。ぶち殺すぞ。せいやー。
え、何殴ってんの？おうおお、ぶち殺すぞ本格的に。よ、腹立つな本当に。数の暴力できやがってこのクソ野郎どもが。イエス、よし来た。はいはい、グッチャーマイカー、つっかいコツ破壊だよ。どこ行った、まだたくさんいるな、まだたくさんいるな。とりあえずサーベル的なもの持ってるやつ倒す。え、まだ来んの、来すぎじゃない。ちょっと限度っていうものがあるでしょあんた。いや、はいじゃなくて、はいじゃなくて、おら、ちょ、あ、は、は、は、銃持ってるんですけど。え、な、何持ってるの、何持ってるの。いや、ちょっと隠れるよね、当然。アイドルも使うよね。うん。いや、能力を強化できます。今、そんな場合じゃなくない？あ、極リンパ、飲んで。イエス、イエス、イエス。銃持ってるやついる。あれから倒した方がいいよな。どこにいる？上にいるな。あ、いた、こいつか。え、今の当たり判定なの？何持ってんの？何ハンドガンで来てんの？バカじゃねえの？少し考えろよ、お前。アホか。ハンドガンで撃ったらどうなるかくらいわかるだろ。なんで死んでねえんだよ、キルン。何してんの？何コラボレーションしてんの？ねえ。いや、何寝てる相手切ってきてんの？バカじゃねえの？まともな教育受けてねえからそういう攻撃しかできねえんだろ。少しは空気を読め、空気を。中ボス的なものは無視でいい。もう来るなよ。頼むからよ。危ない危ない。一旦離れて。じゃあ体力回復しとこうか。何があるかわかんないからね。ここで全アイテム使いそうだわ。よっしゃ。よし。いいぞ。こいつスタンガン持ってんじゃねえか？よし。死んでまい。カオン！サッカーボールキックですわ。痛いね、これは。はい、次お前。群れなきゃこんなもんだからね、所詮は。テーブルで攻撃。すぐ破壊された。よし。サッカーボールキック。あーおん。痛いね、これは。わかるよ。すごく気持ちはわかる。次、お前。せいや。まだ来てんじゃねえか。これ何匹来るのよ。もう包丁持ってるし、アホじゃねえの、お前。何そんなもん持ってきてんの？確実に殺しに来とるやんけ、こいつ。恐ろしいな。これもまた中ボス的なものか。多いな。いや、これさっき倒しとくんだったな、こいつ打撃のやつね。これあかんわ。こんな連チャンで来ると思わないからさ。こいつから倒そう。よし、いいぞ。いいね。よし。よし、ナイス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 、一匹倒した。で、あと2体かな？テーブル持った子、青アイテム落ちてるね。テーブル持ったの即落とすんじゃねえ。バカか、お前。何しとんの、お前。回すんじゃねえ。よし、来た。ドン。はい、はい。はい。イエーす。こいつ危険だわ、こいつ。はいや、あと2匹どいて。今お前と戦いたいんじゃないのよ。わかるでしょ、わかるじゃん、そういう空気出てるじゃん。今こいつと戦ってんのよ。後で戦ってやるからよ。何してんの、何してんの、何してんの。いや、うんにゃーじゃなくて、うんにゃーじゃなくて。お前何しとんねん。バカか、お前。アイテム使うよね、当然。はい、オッケー。しゃ、しゃ。もう残るはお前だけだ。ぶち殺してやる。オッケー。お、アイテム拾った。なんか拾ってた。調子に、飲んじゃねえ。おら、おら、すごい一撃だ。痛いだろうね。おお、ドロップキック、いいね。せいや。
え、何？まだなんかいるんですけど。あいついた？さっき。あいつさっきいなかったろ。またシュルケン的なもの投げてきてるし。くっそも腹立つな、本当に。さっきお前いなかったじゃん。よっしゃ、ナイス。残るはお前。いや、ひるめよ。人の行為食らってひるんでくれよ。なんでお前だけひるまねえんだよ。死んでまえ、バカタレ。いや、死ねえよ。いや、うんじゃーじゃなくて。うんにゃ、ひるめよ、こっちの攻撃で。死んでまえ、バカタレ。クソ野郎が、クソ中国人が、バカ、死ね。生きる価値なしだわ。え、次どっち行くの？何すんの、これ。マーカー出てるけど。え、もう全部倒したよね。次どこ？あ、こっちの扉行くの？え、そのまま戦いになんの、これ。え、何降り、いや、セイヤーじゃなくて、なんで降りた？意味がわからない。え、かっこよく降りたけど？え、誰もいないよね。そりゃそうでしょ。なんで今降りたんだ？意味がわからねえ。意味がわからねえ。これ、連戦か。外出れないね。嘘だろ。壺かて割れねえのかよ、お前。完全割れるだろ。待てよ。これ、武器持っていった方がいいよな。サーベル落ちてるだろ。これよこせ。よし。これ持って次の戦いに行こう。負ける気がしないね。うわ、もう中にもめっちゃいるし、連戦なのが厳しいね。よし。おるわ、一発か。いいね。ふぅ。イエス、せいや。うわ、もうなんか来たんですけど。何、カモさん的なもの来てんの？普通のコック戦いさすんじゃねえよ、お前。もううぜえな、これ。いや、何普通のコックがこんな強いの？火燃えてるし、重いし。うわ、もうこれあかんわ。これはあかん。所持品回復。体力回復。オッケー。マックスだね。よし、せいや。もうサーベルどっか行ってるし。思いっきりさっき拾ってきたんだけどね。よし。アイゴー。血めっちゃ出てるし。おい、取って、取って。せっかく取ったのはハイヤーの一撃で。うわ、もう何？メタボのやつ来てんですけど、え、何体来るのよ？ちょっと待てよ、数おかしいだろ、これ。なんで一人でこんなとこ乗り込んできたバカじゃねえの、このおっさん。思いっきし殴られてるし。また体力多い、中ボス的なものめっちゃいるしね。こんな一方的ないじめじゃないですか。いじめ開催中だろ、これ。何殴ってきてんの？いや、どけって。何この力士みたいなやつ中国にいるんだよ。日本か、これ。横浜か。また硬いしね、妙に。わ、いかん、こんなカドン来た、あかん。ほら。いかん、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 こんなカドン来た、いかん。こんなカドンに入った、あかん。ちょ、どいて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 。オッケー、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 オッケー。いった離れて、いった離れて。イエス、イエス、イエス。ほら、ほら。何蹴ってきてんの？うわ、これデブも体力を、全員中ボス並みに体力あるじゃないですか。何このいじめ。勘弁してくれよ、さっきからよ。雑魚ならわからんこともないけど。全部中ボスだぜ。こんな戦いにならねえ。一方的ないじめじゃないですかね。まともに戦いになんねえよ。この戦ってるって言っていいのか？そらピヨルだろ。ひでえな。で、ほらほらほら、もう一回コンボ、相手の攻撃当たったら絶対相手のコンボになるんだよね。ちょっと気使えよ。何殴ってきてんの？これまた次戦いってなったらもう確実無理だね。回復アイテムどんだけいるんだよっていう話だけど。なんでピヨンの、なんで全員で殴ってくんの、バカじゃねえの、本当に。そんなドラマの中だけにしとけよ、お前。ゲーム持ってこんな、そんなもん。
人攻撃してた、一人攻撃やめろ、バカか、それくらい気使えねえのか、お前。売れなくなるぞ、ゲームは、だんだん。ただただいじめられるだけなら誰が買うんだよ。いや、なんでひるまないの？こっちの攻撃に対して。ひるめや。死ね、デブ。ハイヤーじゃなくてね、ハイヤーじゃなくてね、ハイヤーじゃなくてね、ずっとお前たちのターンなのよ。ずっとハイヤー言うとんのよ、あんた。いや、うんにょうじゃなくてね、うんにょうじゃなくて、頼むから一人くらい動き止まれって。いや、何殴ってきてんの本当に。ひでえな、これ。これ見て、これ見て、これ見て。いかんわ、いかんわ、いかんわ。やめてしまいたい。あ、近所のゲームに売りに行きたいね。これもう逃げていいのこっち。うん、逃げれないよね。マーク出てるけど。マーク出てるけど、倒すまでそら当然逃げれないよね。全然ダメージ与えれてないもんな。はい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 、もう出た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 。何が面白いの？何が面白いの？この空間。この空間絶対面白くないよね。雑魚出すんならわかるけど、これだけの体力の多いやつ出したらゲームとして成立しないけど？デブだらけ、気持ち悪い。なんで5人中2人デブなんだよ。恐ろしいゲームだな。デブこんなに地球上にいねえよ。どんだけ平和な世界なんだよ。平和だとデブが生まれるからね。いや、ハイヤーじゃなくてね、どんだけ動くんだ。いや、なんでデブこんな攻撃的なの？めっちゃ動くよね。あの、デブただ打撃力高いだけじゃん。全然疲れないし。ほら見て、もういじめいじめ。はい、いじめ開催中。出れません。外に出れません。はははは。もうどうなのこれゲームとしてさ。誰がこんないじめられてるゲーム買うのよ。教えてよみんな。やめてしまいたいんだけど。何このただただいじめられるっていう。出れないし。出さして、とりあえず。いや、出さして。出れないと何もできないよ。なんでこんな一方的にいじめられないとダメなの？いじめられたくてこのゲーム購入したわけじゃないんだけど。こういう世界だといじめられるのが普通なのかな。めっちゃかっこいい感じでなってるけどね、この主人公。キリュウくんさ、めっちゃ強いことになってるけどさ、ただただこのゲームはいじめられてるだけだよ。よっしゃ、ようやく一匹倒したよ。何分かかってんのよ、ここだけで。なんでデブは疲れんの？なんでデブずっとアクロバティックな動きしてんの？この世界のデブ動けすぎだろ、お前。なんでこんな太ってんだよ、そんなアクロバティックな動きできるのによ。意味不明すぎるわ。めっちゃ矛盾、デブに矛盾を感じるんだよな。デブが矛盾してるゲームって何なの？その時点でやりたくねえ、俺は。なんでデブ、おい、デブ疲れろ、お前。な、疲れないデブ無敵か、お前。誰も勝てんよ、お前。おっしゃ、あと二人。このデブコンビだけ。いや、なんなの、そのデブのアクロバティックな動きを。誰か、作ってる最中おかしいと思わないのかな？俺絶対思うわ。あれ、デブなのこんな動きできておかしいなって。デブこんな動きできないからデブになるんでしょうって。思うけどね、疑問に。なんでデブの攻撃が一発で混乱するの？ああ、もうクソ長いわ、本当に。死んでまえ。おお、残るクソデブお前だけじゃ、ボケゴラ。散々やってくれたな、ボケ。おい、おい、おい。何ほ、途中でほどいてんの？ボケ。死んでまえ、こいつ。うん。うん。急なバツボタン出てきても反応できるわけないよね。全部倒した？オーケー、もういいぞ、もう戦いいいわ。勘弁してくれ。お、来たね。そろそろ来ると思ってたよ、キリュウカズマ。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。
お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島のにしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島のには売れんよ。だったらもうその子には用はないだろ。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。もう思い知ってるけどね。完全なる数の暴力だからね。お前は処分する。よっしゃ、来たよボス戦。これは強いぞ。そもそも物持っとるからね。うん、強いね。うん、強いね。うん、避ける暇なし。避けさせてくれないっていう。え？なんでこっちの攻撃全然当たらないの？おかしくない？おかしくない？え？なにこれ？どうやって攻撃当てんの？当てれないんだけど。いや、だからこっちの攻撃最中、ひるんでよ。俺、こういうとこ嫌いなんだよね、このゲームの。なんでこう、相手の攻撃にこっちはひるんでさ、攻撃一回一回止められるの？相手、こっちの攻撃してる最中は相手ひるまないの？全然もう同じ条件で戦ってないんだから、勝てないよ、そら。いや、後ろ、後ろ、後ろ、思いっきり後ろ、前に攻撃してんの、後ろ当たったよ、今。どういうこと？全然、立つ、はい、瞬間移動立ち。はい、出た。瞬間移動立ちね。一瞬で立ったね。蹴る暇なしですか？消させてくれないっていうね。はい、瞬間移動だし、ちゃんと立とう。一回もまともにちゃんと立ってないよ。あかん。何混乱してんの？何ピヨってんの？はるか見てるよ、みんな。はるか見てんの？なんでピヨってんの？もう一回一回ぶっ倒れるのほんとムカつくね。こっちの攻撃も一回一回ぶっ倒れてくれよ。いや、もう何なのその攻撃。止まってよ。まず物とすねの時点で対等に戦ってないんだよな。なんでこのヤクザ素手でいってんの？どんなヤクザだ？物使えよ。ああ、終わった。ゲームオーバーだ。ああ、もう最悪。もう何なの本当に。もうおかしいでしょ。急な必殺技も勘弁してよ。攻略のヒントとかいらねえよ、このおっさん。いや、もうおかしいよね、ほんと。もうなんでボスなの武器持ってんの？ほんとおかしいわ、このゲーム。一回まともに戦ったことない。もう難易度イージーに落としました。勝てないのでね。あ、難易度イージーで OK です。勝てないので、何回やっても同じなんでね。え、なんかイージーのくせめっちゃ強いんだけど、何これ？イージーじゃなくない？はい。死んでまえ。ふざけんな。ここまでこれだけの連戦してて、お前最後も武器持ってるってどういうゲームだ、ほんと。意味不明すぎるわ。やれねえ、まともにやれねえわ。イージーで OK。もうボコボコにする、一方的にね。何これ、ほんと。なんで、え、なんで、何これ、全然イージーじゃないよね。どう、イージーって意味分かってんのかな、ゲームの開発者。全然イージーじゃないじゃん。イージーな動きしてないじゃん、一回も。普通に変わらないけど。ね、相変わらずこっちが攻撃してる最中に相手の攻撃来るし。どういうゲームだよ。昼めや。なんで相手の攻撃優先なんだよ。それさえなければ楽しいのね。早く死んでもいいから。気持ち悪いから。初めてイージーに落としたけどね。ここまで難易度ノーマルできたんだけど。もうさすが無理。楽しくない。ほらね。もう武器来るっていうね。意味不明だろ。うん。武器落としたじゃん、今。
なんでまた持ってきてんの。八つ咲きにするよ。なんなの、さっきここいたじゃん。なんで瞬間移動してんの。ほんとプレイヤーに優しくないゲームだね。なんでこっちが攻撃してる最中に武器落としてきて、ほんでプレイヤーは動かず、敵だけがその場から瞬間移動してんの。みんな気になっちゃうよね。うん。みんな、どういう動きしてんのってなっちゃうよね。絶対ツッコミあると思うけどね。開発してる時点でないのかな、そういうツッコミは。俺は絶対あると思うよ。あ、これおかしいですよねって。プレイヤーからの批判出ますよって。ボコボコネクソ中国人が殺してやるわ。この回復システム必要？いろんなゲームあるけどさ、プレイヤーの頑張りを全く評価しないパターンのやつだよね。なんでプレイヤー与えたダメージ全部戻ってんの？オッケー、早く死んで。ムカつくからぶち殺してやる。お前は本格的にこの世からいなくしてやるよ。どんな回避方法だよ。中国人はみんなそれできんのか。なんでお前この仕事についたんだよ。ほんと意味不明だわ。だこのゲームなんでこの仕事についてんのっていう。別のスポーツやれば稼げるよっていうね、人たくさんいるんだよな。絶対間違ってると思うよ。絶対やめた方がいいと思うわ、この世界にいるの。なんでこの人たちはこの世界にいるんだろうと。出た出た出た。プレイヤーが与えたダメージ全部回復作戦ね。また同じことをやらすっていう。二度手間っていう。それは楽しいんじゃなくて、ただめんどくさいっていうね。それを分かってないっていう。なんで振り払われんだよ。イージーだな。振り払うんじゃねえよ、こっちの攻撃。掴み攻撃が全く成立しないっていうね。なんなのなんなのなんなの。中国人のマフィアみんなこんな動きできるんだね。すげえわ、やっぱ中国すげえわ。そらあんな人口いるわな。世界最高の国だね。アメリカでもない日本でもないよ、中国が最高だわ。こんな動きできる人たちの集まりなんだ。みんながみんなできるからね。恐ろしい。喧嘩売らない方がいいね、中国人には。なんで相手の必殺技成立してんの。もう死にかけ一歩手前だし、もうなんだよ今の。早すぎるだろ、掴まれた時点で負けってか。意味がわからないね。じゃあこっちもそうさせろよね。こっち掴んだ瞬間に振り払われんのね。なんで相手は掴んだ瞬間に必殺技成立してんの。何このゲーム、中国人にお金でももらってんのかな。中国ひいきゲームだね。どうぞ、そんなゲームどうぞやめてください。おじさん、ごめんね。もう股間に当たってるよ。何がごめんねだよ。全然ごめんねじゃねえよ。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ伊達さん。何何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん。お前、ごめんね。おじさん、こんなことになっちゃって。私本当はおじさんと一緒にいたかった。だけどこれ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたらやばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、桐生。やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、
どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ、これ覚えてるか。遥かをスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA、 ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥かとどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥かには100億以外の価値があると。100億以外の。ああ、どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え、鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、遥か、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。あれはまずい。どうした。ショー出てくる時につけられてたみたいだ。何、もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。え、足止め、何すんの。わーお、来たね、射撃。撃たないとダメなの、嘘でしょ。わーお、龍が如くこんなんあるんだ。ヒートアイ、HP バーの下のヒートアイゲージを消費して周囲の時間を遅くする機能です。ヒートゲージは時間を経過すると回復しますとのことだね。オッケー。車内に身を隠して銃の弾丸を補充します。車内にいる間、キリュウはダメージを負いません。バツボタンを押している間は隠れ続けることができますが、車内に身を隠している間は車体がダメージを受けてしまいます。車体の HP が0になってもゲームオーバーとなりますとのことだね。嘘でしょ？そんな要素あんの？まあいいや。龍が如くまさかこんな要素があるとは思わなかったね。まずい。死ね。オッケー。死ね。オッケー。レッツゴー。難しくはないで。簡単だよ。リロード。はいはい。早くリロード。あ、オッケー。死ね。あ、まずこいつが倒した方がいい。これ、色が多分濃くなっていくと多分相手銃撃ってくるってことだよね。多分。オッケー。バイク来たんですけど。バイク野郎来たんですけど。これむずいな。全然攻撃当たんねえや。オッケー。リロード。あ、これは簡単だね。これは普通にいけるわ。さっきの中国人と比べたらめた簡単だよ。あ、まずい。の、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 撃つな、銃を撃つな、バカ野郎。あ、痛い、ダメージ食らっちゃった。の、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 来たよ。はるかどいて。オッケー、レッツゴー。何バイクで来てんの。あ、死んでまいバカタレ。バイクで来れると思ったか。完全に死んだわお前ら。こいつどうやってダメージ与えんの。あ、オッケー、早く、早く。あ、ノー、ダメ、ダメ、すごいダメージ食らっちゃった。どんだけ食んだよ、おかしいだろ。ショットガン持ってるんですけど。オッケー。これむずいぞ。あ、ノー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 。何バイク運転しながら、何その技術、なんでこんな仕事ついてんだよ。もっと別の仕事につけよ、アホかこいつら。絶対損してると思うわ。イエス、また中いる。これどうやって当てんの攻撃。無理だろこれ、当てれないよね。
窓ガラス割らねえとダメなのか。そんな一発で割れるだろう。まずい。あ、ノまずい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 。めっちゃ来るじゃないですか。オッケーオッケーオッケー、カム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 、イエス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 。運転手さえやっときゃ他のやつは全然問題ないからね。よし、またか、またなのか。これ無理だわ、このガラス絶対破壊できねえもん。硬すぎるガラス。まだ来んの？何このカーチェイス、いつまで続くんだよ。あのののののの、イエス。あ、終わった。なあ、まだ終わってねえし。あ、終わったのか。ええー、積んでるよね。何この状況から勝とうとしてんの？わ、硬いし。あ、ののあー、もう腹立つな、本当に。え、何まだ来てんの？やばい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 。あのトラック野郎かなりうざいわ。よし。危ない。なんかロケラン的なもん飛んできてんだけど。調子に乗んな、死ね。これ当たったらすごいダメージ受けるだろうね、車体。リロット。カム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 、ノ、いや、危ない危ない危ない。カム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 、早く死んで、全然倒せねえ。あ、ノ、あかん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 、なんで当たんねえの。オッケー、よし、倒した、一匹は倒した。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。もう一匹いるね。クソむずいわ。よし、いいぞ。ノ、何マシンガン連発してきてんの。よし、いいぞ。ノ、めっちゃ来る、めっちゃ来る、バイクめっちゃ来る、バイクめっちゃ来る。バイク気になっちゃうね。とりあえずあいつさえ倒せば OK だ。ノ、早く早く。ちゃー、ずだだだで広いな、これ。イエーイ、終わったかな。もう長いわこれ、いつまで続くのこの戦い。あ、運転手だ、運転手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 、ストップ、運転手、ストップ、運転手、全然死だ。なんで運転手こんな硬いの。運転手なのに何普通に突進してきてんの。死ねえよ。ねえ、なんで運転手無反応なの。銃撃ってるよね、死んでまいバカタレ。どんな勝てんだよお前、一発で死なねえとか全然リアルじゃねえな。で、う、当たったの腕かい。完全ヘッドショットしてたけどね。はい、死んだ。残酷な死に方だね。思いっきしぐちゃぐちゃになってしまうっていう。これでクリアだ。長かった、ほんと今回うざったい実況でしたね。車のカーチェイス、これは楽しいけど、あの中国人がめちゃくちゃ強かった、初めてナイド落としてね、戦いましたよ。まあ、無事クリアできたんでよしとしましょうよ。これからまあナイド落とすことなく行きたいけどね。また中国人みたいにね、あんな動きしてくるやつが出てこればですね、またおそらくナイド下げることになるかもしれない。次回は第10章をプレイしていくのでお楽しみに。グッバイ、また会おう。